今あのご紹介いただきました瀬島ですどうもこんばんはあの今日来ていただきましたありがとうございます。あ、私はあ司会所介绍の妹和氏あ、大家晚安。ここから座ってやります。えっとあの今日はあの来ていただいた方もいらっしゃるかもしれないんですけどもシリンのシリン事業さんでえっと。 この最初のプロジェクトのクライアントであるリンさんがえと私とあの私のパートナーの西沢のサナーンという展覧会を今日からあの開いてくださってえそのえとことについての説明の,あの今日話をさせていただきます。在今今 由我这个在台湾的阳明山的这个啊 project 的这个 client，也就是林董事长为我以及我的 partner 西泽义伟所办的一个 Sana 建筑展呢，那么今天这个演讲其实主要就是想针对展览的内容来跟啊各位做一些说明。 えっと、そのサナー展ではあのサナーという私と西澤が一緒に設計しているものとそれから私の瀬島という名前で設計しているものと西澤という名前で設計しているものの3つが混じり合いながら展示されているんですけども、えっと、今日のこの話も、えっと、私の事務所でや,るものとやったものとそれから西澤と共同のサナーでやっているものの両方についてご説明させていただきます。 那么，呃，桑拿展里面啊，包含了由我和西泽立卫所合作的一些案子，以及我们个别所做的一些建筑作品，以及我们现在正在做的事情。那么，都啊混在啊这一次的桑拿展当中来啊做一些展出。那么啊，啊今天就将针对这些啊内容来做一些说明。えっ展覧会で展示しているもののほとんど説明で、間にちょっとあの小さいプロジェクトで展覧会の中に。

えともうあのプロジェクトの計画を始めてから、えー、と5年以上の時間が経ってしまってるんですがだいあの今あの都市、えー、設計みたいなものが承認されてこれから確認申請を出してなるべく早く工事に入ろうとしています。 えと私よりも皆様の方がよくご存じかもしれないんですけど市内からこうずっと陽明山上がってきますともうこの辺りはあのずっと緑にあのがたくさんある場所なんですけどもこのそこの一つがまあ敷地です。えー、とでここから入りますがだいたい敷地の高いとこと低いとこで1 0ー,ーほどあの高低差があります。 えここが急なスロープになってますのでこの下にずっと先に市内がよく見えます、えー、と屋根がまあこんなふうになってますけどもここであの実現しようとしているのはこういう緑と建物がなるだけ混じり合うような計画になることそれからまあここで展示されるスカルプチャーがにあわ 人々がこうこの自然を楽しみながらあの一緒に楽しむことができるような場所ができれ,とできればと思っていますえっと緑がたくさんの中にこう置かれていたり少し広場のところに置かれていたりあの、まあ、中に小さなインテリアがここにあるわけですけどその中に置かれていたりというふうに公園と建物を出たり入ったりしながらいろんな形で えー、あの彫刻をを楽しめるようなものを作りたいと思ってます、えー、と例えばこれがあのたくさんあるコレクションの,あの例えばあの一部なんですけど非常にまあ大きなものからもっとあの小さなものまでいろんなものがあるわけですけどこういう彫刻が。 えと自然とそれからインテリアといろんなシチュエーションの中で、えー、まあ公園を歩く、る散策を楽しんでいるのと一緒に美術も楽しめるというような場所になると思いますあのだんだん緩やかに、まあ、この辺まで来るとまず2メーターぐらい落ちることあのゆっくり落ちてくることスロープで落ちてくることになるんですけどそのランドスケープの高さに合わせて建物も少しずつこう あのランドスクエートと合うような形で計画されていて、まあ、中に入って外に出て中に入って外に出てというような形をまあ繰り返しますそれからまあこういうところに小さなあの低い穴があってその中にちょっと降りてみると例えば彫刻があったりしますもしくはこうインテリアからも下に降りれますし庭からも地下に降りれるような計画になってます。えー、とちょっと図面ががが薄くて申し訳ないいんですがこういうものが あのスチールの4 0ミリのプレートそれから、まあ、3 8ミリのガラスまたスチールのプレートというふうに同じ厚みのものが、えー、と透明なものと不透明なものがこうつながって、えー、とそのこういうふうに視界が抜けたりあのまたあのブロックされたりというようなあの空間を作ろうとしてるわけですけど 40mm 程度のラインが 透明になったり不透明になったりとしてというふうにしてまあ、大きなあの屋根をですね支えるようになります。あのこれが地下のプランでその3つごはつながるとこういうふうな地下の形が出来上がっていて地下に降りるところが2箇所ほどあって。 えとまあ、ここがその地下まで下りないさっきのちょっとした穴なんですねで地下はあの要するに敷地のレベル差がありますからここからまっすぐ歩いていくとこの敷地の低い方にも出ます続けてもらって断面図ですね、はい、で上が、まあ、この屋根はこのランドスケープのラインと同じような形で、えーとまあ、かかりますで敷下に地下があって、まあ、ここから出てくるとこの低いところに出れます えっとこれはあのガラスと,えとそのスチールプレートの間を見るとこうあのこういうスリットからもしくはガラスを通して周りの,あの木を楽しめるというようなことのつもりで作ったパースです。えっと庭からあのずっと庭の下の方を眺めていったところですね。 えっと逆にあの庭から中の奥をあの道路の方を見てるんですけど、わかりますかね？<laughs> <ま>あ,あのまあ中と外が繰り返し繰り返し出てくるような空間をまあ作ろうとしてますが、これはあのもうそのまま降りてった階段で降りてった地下ですね。<laughs> <laughs> 定期美術館、日本の金沢市にあります。えっと6年ほど前にできました。と町の真ん中でえまあ市の考え方として。 いろんな人があの普段着みんなが気軽にやってくれる美術館を作りたいということでこういうものになりましたこれが市役所でこれがあの有名なまあ日本のガーデンあの庭園ですねそれでまあ商業しあのエリアがあっていろんなところから人が来るでまあ私たちはまあその表と裏を作らないでような建物を作ろうとしました。 現代美術館それで周りが交流機能ですね。で美術館機能と交流機能をどんなふうに一体化するかということで私たち、まあ、真ん中に美術館機能を持ってきてあのこの周りが交流機能にな交流館機能になってます。ここれがが平面図ですけどもあの真ん中がこう ギャラリーがありまして周りが交流館になっていてギャラリーをこう距離を置きながら並べたのでいつでもあの美術館の中の人とそれから交流,館交流機能にいる人とそれから街っていう場所があのお互いにこう見えるような関係で作ってます。で大きな展覧会のの時は全部のギャラリーをこう使いますし 小さい展覧会の時は例えばこっち側とこっち側それから場合によってはどっあの、まあ、こういうふうに使ってここだけ別に使うとかでそれによって時々ここが例えばあの突然美術館ゾーンから交流ゾーンになるみたいな形で使い方によって美術館が組み立てられていくというふうになってます。うん